選手を決める決勝戦です。決勝は日本勢同士の対戦になりました。松田明と緑健二の対戦です。去年の全日本と日本選手権と同じ対戦になりました。松井さん、はい、この対戦はどういうところが一番ポイントになりそうですか。そうですね、もう技術的なものっていうのはもう、まあ、本当にここまで来るとなんていうんですかね、本当にこうどう表現していいかわからないですね、はい。まあ、前回大会で世界チャンピオンになった松井さんですので、本当に世界一になる大変さというのは一番よく分かっている方だと思うんですけれどもね。キューティーさん、まあ、いよいよ残り1試合になりました。もうどっちが勝ってもおかしくないですよね。本当に試合が始まっています。空手世界ナンバーワンを決めます。増田か緑か、どちらが勝っても初優勝です。日高さん、はい、試合前の2人の表情なんですけれども、緑選手はですね、あと1試合あと1試合と自分に言い聞かせるようにつぶやいていました。また増田選手の方はですね、この試合場の隅脇でランニングをして、ウォークマンを使いながらランニングをしまして、リラックスした様子ですね。はい、本当にこの2人はこの大会に向けて本当に苦しい修行を重ねてきましたからね、はい、できることなら両方勝たせてやりたいんですけどね。とにかく今年5月100人組手を達成して、その後腎臓を悪くして体調を崩しました、はい、それを乗り越えて、そして3回戦では目の上を負傷して15針縫って、そしてこの大会までこの決勝まで勝ち残ってきました。そして緑は前回の世界大会の後一旦引退して故郷に帰って、そしてこの世界大会のために2年ぶりに去年コンバックしました。そういう意味では両選手とも絶対に負けられないという気持ちはあります。そうですね、本当にこの2人がこの大会を勝てる気持ちというのは、本当にこの試合をよくもう見てもらうしかないですね。そうですね、両選手にポイントがありません。ランニングをします緑、この決勝まで来るとですね、この大会まで来ると両方とも満身創痍ですよ。こういう状態でこれだけの戦いを繰り広げるわけですから、最後の記録を振り絞ってはなかった。上段回し蹴り、緑右の上段回し蹴りから左の中段回し蹴り、去年は全日本では延長戦で松田の右の上段回し蹴りが決まって、もう悲願の初優勝を成し遂げました。さあ、その時のことを話しています、この緑です。あー、緑がいます、緑が左です、左の中段突き、左の中段突き、右の中段回し蹴り、やや防戦に回りました。松田中段前蹴り、松田防戦します。いやまあ、その一発で本当に試合になっています。すごい気迫ですね、緑選手。最後の中段から回し蹴りという緑です。ここで試合時間3分が終了しました。いやこれは本当に見応えのある戦いでした。判定は白が1本、3人が引き分けです。本当に両方に優勝してほしいぐらいなんですけども、ここでもし緑選手が優勝するようなことになれば、非常にこれから体の小さい選手、また非力な選手の励みになりますね。165センチの緑、177センチ、86キロの増田、本当にこの体でよくそこまで緑です。そして松田もいろいろな逆境を乗り越えて立ち上がっています。あー、中段回し蹴り、中段回し蹴り、中段回し蹴りから突き、松田がラッチです。松田が行きます。松田の激しい攻撃です。とにかく追い詰められればなれるほど、逆境になればなるほど強さを発揮するこの松田です。そうですね、先ほどの中段回しが良かったですね。お互いに中段回しがいいですね。
世界一をかけての戦いです。勝った方が世界ナンバーワン、世界最強のカード選手ということになります。延長に入っています。まだポイントがありません。両選手です。中段回し蹴りました。中段突き、ラスト1分、ラスト1分、そうですね、まあ、このままあの試合進んでいくと引き分け引き分けで体重判定という可能性ありますから、増田選手は攻め込まなければなりませんね。今緑の方がやや笑顔が出ましたね。そうですね、この辺は心理状態どうなんでしょうか。非常にあの充実してるんじゃないですか。中段回し蹴りから上段回し蹴り、左の上段回し蹴り。本当にあのこの舞台に上がってると、まあ、不思議なんですけども、時たまにこうこのままずっと戦い続けられるなっていうような状況があるんですよ。そういうことあるんですかね。もう気持ちが良くなってですね、そういう状態があるんですよ。上段回しから技を出そうという緑です。マスターゲラと回しを出します。この辺も後ろ回し、今度は中段に強打します。松田、左、延長1回目も終了しました。一進一退ですね。いや本当に両選手とも譲りません。大接戦になっています。あ、全員引き分けです。続いて延長2回目に入ります。さん、はい、この辺の勝負の微妙なあや、はい、この辺はどういうふうに見ますか。そうですね、もう本当にあの両者とも技術的にも精神的にももう充実してますんでね、本当にあのだから紙一枚の勝負ですね。もう本当に今までの全てを出し切ろうという両選手です。そして藤本技を出します。中段回し蹴り、全日本の大会では去年の全日本では延長の末右の上段回し蹴りが決まって技を勝っています。雪辱を期します。緑、以前の対決です。世界一決定戦延長2回目に入っています。両選手のところでは譲りません。息詰まるような熱戦になっています。中段回し蹴り、松田はここで動きが止まっていますか。後ろ回し蹴り、バランスを崩しましたがこれはポイントではありません。本当に好試合ですね。前蹴り、緑、上段回し蹴りを狙います。松田も下段回し蹴りを出します。あ、食いしまったの技です。下段回し、中段回し蹴り、これは後ろ回しですが、ここで出してきました。大声援になっています。場内騒然となっています。こういった時になってああやってフェイントを使った蹴りができるっていうのを緑君の強みですね。判定に持ち込まれます。やはり引き分けです。延長2回目も引き分けです。両選手とも本当に、まあ、松井さん、はい、全て力を出し尽くしたということも見てて感じたんですけれども。そうですね、緑選手72キロです。72キロの緑、そして続きまして増田選手87キロです。増田が87キロ、15キロの差があります。試合は延長2回まで、もつれ込みまして決着がつきませんでした。そして体重測定です。審判団がどういう判定を下しますでしょうか。青山最高審判長がずっと試合の行方を見つめておりました。体重試合の緑選手、第5回オープントーナメント全世界空手道選手権大会、世界ナンバー
変なことでしょこれは。も本当に怪我をして決勝までよく戦い抜きました、はい、いやー松井さん、はい、本当に息が詰まりそうな決戦でした ね、 本当に手に汗握るっていうのは本当このことですね。松井さん、はい、この大会をずっと見て感じたんですが、はい、ただ強いだけでは世界チャンピオンになれない。そうですね、物の考え方、はい、それから生き方、はい、空手に対する姿勢、はい、それが全て抜きんでていないと勝てないんだなっていう感じがしたんですが。そうですね、この一つ一つの試合がですね、彼らの自己表現なんですよね、はい、まあ、強弱を結局表向き本当に勝ち負けを争うんですけども、本当に一つ一つの、まあ、表情、動作、その試合に取り組む姿勢、全てが彼らの、その、まあ、生活を反映しているわけですよね。まあ、緑選手は今度は世界チャンピオンとして追われる立場、はい、本当にこの逆に大きな責任というのがこれから出てくるわけですね。そうですね、大きな目標にさらに向かっていってほしいと思います、はい。